隋の高ー遠征は五百九十八年から六百十四年まで四回にわたって行われた隋による高ーへの遠征である。日本の東洋史、中国史の研究史において隋の高ー遠征は隋の高ークリ新生とも隋の高ー出兵とも呼ばれる。他に隋の高ークリとも表記される。また五百九十八年の文帝による高ー出兵は隋の高ー討伐、 高栗クリ伐とも表記される。なお、戦前の稲葉岩吉などの研究では、霊水戦争が用いられていた。韓国でも、霊水戦争が用いられるが、高栗と随の戦争とするものもある。598年、高ークの栄養王が両生を攻撃した。随の文帝は、30万の大軍で、陸海両面で高栗に進行したが、 シューラ号が率いる海軍は暴風に相撤退した。陸軍も十分な戦果を上げられないまま、伝染病や補給不足のため撤退した。六百十二年正月、隋の羊代は百十三万の大軍でコウクに侵攻した。コウクの将軍、ウルチモントは隋軍の内情を探るため、降伏すると見せて隋軍の陣に入り、補給に問題があることを知ると脱出して、 高麗軍に戻った。ウルチ・モントクは、焦土作戦を取りながら、わざと退却し続け、部分術が率いる随軍を深く引き入れ、補給線を伸び切らせた。ウルチ・モントクは、殺水で疲労と補給不足に陥った随軍を包囲してほとんど全滅させた。これを、韓国では、殺水大将という。随の大軍のうち、帰ることができたのは、わずか数千人だったという。 613年、隋の陽帝は再び、高栗に侵攻したが、隋の国内で、陽玄関が反乱を起こしたため、隋軍は撤退した。614年、隋の陽帝は三度、高栗に侵攻した。高栗は度重なる戦争で疲弊していたため、陽玄関に内通し、高栗に亡命していた国覚醒を、隋の将軍、第五次に引き渡した。 隋も国内が乱れていたため和議を結んだ。コークリは和議の一つであった隋への兆候を実行せず、これに隋は激怒し、再度の遠征を計画したが、国内の反乱のため実行することはできなかった。ありがとうございます。